どうもこんにちは、ザ・シーチキンズのマーキーです。キーくんです。今日は国立科学博物館の昆虫に行ってきたので、お土産を買ってきたので、それを紹介していきたいと思います。思います。まず一つ目、じゃじゃん、アクティオンゾウカブトのグミです。コーラ味買ってきました。そしてキーくん用の歯ブラシ、歯磨きましょう。そして学校で使う下敷き、表はこんな感じで、裏にはね、結構いろんな説明が書いてあります。一人一人勉強してください。そしてガチャガチャで買ってきたヒメカブトのマグネットです。ピンバッチ、スズメバッチとブルーモルフかな。そしてこれはシラパンノコギリクワガタ。そして最後、これが大物、昆虫立体図鑑。中開けると虫の模型が6個ぐらい入ったかな。6個ぐらいね。これね、アングル変えてやっていきましょう。はい、レッツグー。はい、じゃあ立体図鑑をこれから開けていきたいと思います。はい、パチンパチンパカーン。じゃあね、一つずつ見ていきたいと思います。じゃあまずはこちら、これ解説書ですね。そしてこれはカブトムシ。これはカブトムシ。二つ目、ゴンズのカブト。ゴンズのカブト。はい、三つ目、コーカサスオオカブト。コーカサスオオカブト。はい、四つ目、エレファスゾウカブトです。エレファスゾウカブト。五個目、ネプチューオオカブト。ネプチューオオカブト。これ最後、ヘラクレスオオカブト。ヘラクレスオオカブト。カブトムシと木をつなげる棒。棒ですね。じゃあこれからね、カブトムシたち組み立てていきましょう。はい。じゃあ一番からいきましょう。ヘラクレスオオカブト。見て、重い重い。こんなにリアルに。めっちゃリアル。お、すごい、めちゃくちゃリアル。おお。あ、これ俺多分さ、加えた10日が入る穴かな。これね、蜜とかね。うん。すごい。次はネプチュー。オオカブト。ネプチューはちょっとかっこいいすぎるかな。ネプチューはどんな感じかな。めっちゃリアル。これも重いよ。重たい。すごい。この毛の部分もさ、超リアル。すごい。カテカ。ピカピカ。こんなのがいるんだね。ちーつぶつさえ見てみたくない？どこにいんだろうね。んなんか、ね。解説書に書いてあるか。コーカサスはインドシナ半島、マレー半島、スマトラ島、ジャワ島とかにいるって。はい、次。次は。これ5本ズのか。この角が1、
あーでもこれなんか角がね、でかいのが、でかい角が曲がっている。失敗した。うわー曲がっている。見て、キーキーキーってこういうのあるんだ、うん、ね、うん、かりんとうみたいなやつ。はー、最後ですね。はい、最後に普通のカブトムシ、ちっちゃいね、小型の日本のカブトムシ。すごいけどね。ね、なんだろうね。なんかね、この手が内側に入っててリアルだな。これちょっと比べてみる。うん、こんな違うんだよ。全然サイズが違う。で最後ね、これつなげる棒を開けてください。はーい。ちょっとね、カブトムシをつなげていきましょう。回せば、あ、回して取れた。よいしょ、全部取れた。じゃあつなげていきましょう。こんな感じですね。めちゃくちゃすごい。俺が一番気に入ってるのは、このカブトムシ。コーカスソウカブトムシ。めっちゃおるよね。すごいね。こんな。すごいですね。ねえ。こんなの、貼ってみたくない？どう？かっけえ。大満足ですか？大満足です。はい。というわけで、立体図鑑。紹介していきました。ヒーくんどうだった？かっこよかった。かっこいいよ ね。これめちゃくちゃ本物みたいで、下手なおもちゃ買うより全然良かった ね。これのね、クワガタバージョンもあったから、次ね、あったら買ってみたいよね。うん、ヒーくんどれ一番気に入った？これはエレファスゾウカブト。エレファスゾウカブトね。またね、なんかね、昆虫展とかね、昆虫博とかあったら遊び行ってみたいと思います。今日はね、楽しかったけど疲れたね。うん、ね、じゃあお風呂入って、うん、ご飯食べて寝ましょう。はい、はい、じゃあさよなら。さよなら。バイバーイ。